地元の観光客はもう本当に喉から手が出るほど欲しいんですよねその利権というのは明確な、まあ、お金儲けの材料になっていてもうオリンピック以上ですね賄賂が飛び交っているというふうに言われてますまだ高校生さん男性10代世界遺産である姫路城で外国人観光客への二重価格導入が検討されている件についてどう思いますかと今入場料は大人が1000円ですが外国人観光客の料金を4倍に値上げするという姫路市の市長の発言が波紋を呼んでいますこの問題は ししややしくしているのは姫路城が世界遺産だだからだと思いますもし姫路城が日本遺産であればこの遺産に普遍的な価値があると決めたのは日本人だから遺産の維持費を払う責任は日本人にあるはずだと言えるのですが世界が価値があると決めたから誰に維持費を支払う責任があるのでしょうか コメント欄では賛成意見が多いのですが姫路城は遺産なのであって資産ではないのだから日本人にだけ優遇するのは不平等だしそれが外国人に維持費を払わせる理由にはならないと思いますというまずまあ僕がどういうふうに考えるかというよりは世界遺産というのは別にあの世界が遺産として価値を認めたというよりはですね世界各地の観光地に箔をつけるっていうですね何でしょうね。 ルモンドなんとか賞てなるのはお菓子にあげる賞あれ以下のものだと思うんですけどあのお菓子の賞はちゃんとお菓子の味とか作り方を調べてやってるそうなんですけども世界遺産認定されるとまああのなんかえらいところに認められたらしいっていうことで人がいっぱい来るのでえ地元の観光客はもう本当に喉から手が出るほど欲しいんですよねでその利権っていうのは明確なまあお金儲けの材料になっててもうオリンピック以上ですね賄賂が飛び交っているというふうに言われてます。 なのでそれ以上でもそれ以下のもんでもないのでまず世界が認めた遺産だからというふうなことはあんま考えなくていいと思うんですよね。でちなみにです、ね、世界遺産として名高いです、ね、あのエジプトのピラミッドはです、ね、あの地元民と外国人観光客との間にです、ね、10倍ぐらいの価格差を作ってるんですねだから姫路城の4倍というのが実現化してもです、ね、それはえぐいってことにならずにです、ね、ピラミッドに比べりゃえらい良心的ですねという話になると思うんですけどもただね史跡というのはですね 不動産という物理的な資産であるわけだからですね。その見学者とか利用者が増えれば増えるほどそれだけ早く消耗するというか痛むわけですね。で値段を上げることで安いから行こうみたいな来る必要ない客を意図的に減らすこともできるし、まあ、商売的な意味もあるんでしょうけども、割とあのいい手だと僕は思うんですね。4倍っていうのも <laughs> 妥当な数字かなという気は僕はします。ただ個人的にはですね値上げするんだったら日本人の価格も一律で上げていいと。 こっちの方が料金表がシンプルになるので地元の人だけ安い価格ぐらいが一番いいんじゃないかな東京ディズニーランドがですね千葉県民に毎年1日だけ無料でで開放してるようなもんですねだからあの日本人というか地元の人だけ融合したかったらですねあらかじめあの姫路の市役所なり観光案内所なりに行ってマイナンバーカードなりのですね身分証の提示と簡単な書類書けばほぼ無料で入れる入場券をもらえるみたいなシステムにすればあのつまり県外の日本人もですね 海外の人たちもですねまああのそんなに多分これから客増えるんだったら4倍ぐらいのお金にしてもいいんじゃないかなというふうに思いますじゃあなんだろうなあの子供が多い家とかそういう人たちが4倍のお金を払うしかないのかと言われたらですねうん世界遺産以外のところに行くしかないんじゃないですかっていうのが現実的な僕は落とし所だと思うんですけどね教育というのはそういうふうなもんだと思いますというのはまあ 教育っていうのはもうここから先どん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 んお金がかかるのが当たり前の世界になっていくっていうのが頂き女子の時に話した大きい流れになるので仕方がないことじゃないかと割と僕は考えてるんですけどもあの反論とかですねそれは違うこういうふうな考え方もあるよという人はコメント欄の方でよろししくお願いしますえ次行きましょう。みさん女性20代 私は26歳の女です第532回の人生相談で紹介されていた会話のキャッチボールができない方の話を聞いて532回ということは全然、えー、回ですねはいはいはい相談者の意見の方が納得できましたあ同じ質問されたとしたらきっとああそうかもねーなど答えつつ心の中でだからないと思うでしょうあつまり奥さんが会話のキャッチボールを望んできてるのに旦那の方が一方的に打ち切ったというあれですね僕は26歳で彼女は29歳あ3歳年上なんだ両方とも社会 人で付き合い始めて2年半が経ちますそろそろ結婚かなと思っていたところで彼女の言葉の言言葉い回ししに抵抗を感じてきました例えば「ニュースジーンズのハニーとトワイスのジョンヨンが似ているよね」と彼女に言われた時僕はいやどうだろうね似てないんじゃないかなと発言すると彼女は無口になりしばらくして口を開くと僕の意見に対し指摘してきます話を聞くと私の意見をまず肯定してから自分の意見をはっきり言わずさりげなく言ってとのことです 彼女が求める言い回しに疲れを感じてきましたということなんですけど彼女が言ってるのはキャッチボールがしたいって言ってるんですよねあの会話のせっかく二人で楽しく韓国アイドルの話をしようと思って言葉のキャッチボールのを投げたのにいきなりですねそれを叩き落とすような真似すんなっていうことなんですよねだからそんなことすんなよバカっていうふうなことなのでその多分それが女性だったらああそうよね似てるかもねでもなんかちょっと私は似てるって言っても感じ違う なぐらいの答え方すると思うんですよ。ただ多分そのこれ聞いた男性の人はまあ大体相談者の人と同じように自分好みの言い回しを求めてるんだな。ああめんどくさい女ってめんどくさいなとかですね。そういうふうにこうまあ、解釈しちゃうわけですね。難しいです。これどうすればいいのかというのに対しては僕はあなたが態度を改めた方が本当はいいと思うんですけどね。 この話が出てくるということは26歳の相談者はですね29歳ですね3歳上の人にちょっと冷めてきてるような気がするんですよね。で冷めてきてるんだったら正直意思を持って温め直すつまり2人の関係をもうちょっとまた温めようっていうふうにちゃんと意識を持ってやるか冷めるのはこれねこっから先止まらないからもう別れようかなっていうのを決めた方がいいと思います。私がが疑問問に思うのののは相談者の方がなぜ悩んででるかですこの質問 聞いたときに私がまず考えたのはそんなに嫌なら別れれば良いのではということです。結局のところ、不満のあるパートナーとの関係を立つか不満を飲み込むのかを天秤にかければ不満を飲み込む方を選ぶのであれば、選んだのは自分なんだから付随する不満は諦めて飲み込んだらいいのではないかと思ってしまいます。ということですね。まあ、あの僕さっきえー、ちゃん、みさんという方にはわあ、これちょっときついかなと思ったんですけど、このみさんもっときついですねで。 これね26歳で女性で司令型だからこういうふうに考えるんじゃないかと思うんですけどつまりこういうふうに考える理2つあって1つ目は別れても別に次がいるからって考えてるからあと2つ目は自分の感情を過小評価してるからだ,と思うんですねだから1のまあ別れても次がいるからと別にそんな相手と別れても結婚する相手なんてすぐに見つかるでしょとかあの恋愛の相手すぐに見つかるでしょっていうのはこれはもうマーケティングの問題だから好みさんがそう思うんだったらそうかも分かんないんですけど。 2番目のです、ね、自分の感情を過小評価するっていうのは指令型特有の悪い癖で,です、ね、そのじゃあ恋愛しなきゃいいのにってもしくはじゃあ別れればいいのにっていうのはうん自分の子供だったら同じ対応しないと思うんですよねつまり自分の友達が会話のキャッチボールを望んでるでも自分はあの、まあ、別にそ,あのそれは必要と思わないから畑を落とすとでそれが嫌なんだったら子供との関係は切ればいいんじゃないですか 言わないと思うんですよ。つまり別れても構わないと思ってるからこそのこのこのみさんの考え方になると思うんですけどもそれってね何だろうな他人ととのの話に出すす。ってズルだと思うんです、まあ、僕が言うのもなんですけども極論で相手を説き伏せる論法になっちゃいがちなのでずるだと思うんですよ。 っってていいいいうううのははは相手は感情的にそうはいかないっていう苦しんでるわけだからその葛藤の部分を拾い上げてこう話さないとあの意味がないと思うんですね。別にに相談ししててくれる人に論争で勝ってもしょうがないのででですねなのでそんなに嫌なら別れればよいのではというのは僕もものすごく理屈としては使うんですよ。でもあの会話のキャッチボールを望んでるパートナーがいる場合はそれで切り捨てちゃうのはちょっとなと思うのであんまり僕はあのなんだろう そうは思いませんです <laughs> すいません さて、本日の人生相談、いかがでしたか前半の姫路城の入場料は外国人観光客向けは4倍に、というニュースをテレビで見ていたら、外国人を特別扱いする形だから、被差別感情で摩擦を起こしかねないのであって、通常価格を現在の4倍に改定して、日本人だけ、4分の1に割り引く制度にしたら、この問題は、解決しますよ。なんて意見が出て、人間心理を操るマジックに引っかかった感もありましたが、不確にも、なるほど、と思っちゃいました。でも、これって、岡田さんのにかなり近い解決策でしたね。またキング CH 管理人。 岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。